どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。よくで続き行きましょう。ただいまーと。いやー、今日は楽しかったけど、疲れたな。お風呂沸かさないと。洗濯物を取り込んでないや。なんだかんだ一人暮らしってめんどくさいよな。こんな時に奥さんでもいてくれたらな。イマジンタイムオン。おはー、嘘でしょ。ただいまあら、会長、どうして会長が僕の家に。おかしな人ですね。いや、だって会長がどうして。ああ、顎の裏が、ああ、顎の骨のあたりがすごいこう、キュッてくるわ。愛の巣って、僕たち結婚したんですか？私が他に誰と結婚したって言うんですか？でも、本当に忘れちゃったんですか？忘れたと言われても。いや、そんなことはない。そんなことはないですよ。本当に？じゃあ、愛してるって言って。あ、愛してるよ、マイハニー。どうですか？はい。会長と僕が結婚。夢みたいだ。夢でもいいから覚めてほしくない。てか、今気づいたけど、エプロンの下ってどうなってんだろう。はぁ、テレビなんかどうでもいいよ。今の会長の姿を僕の網膜に焼き付けないと。すいません。でも、なんだか見ていないともったいなくて。はい。美味しいです。よかった。たくさん作りましたから、いっぱい食べてくださいね。そんなにいっぱい食べられませんよ。そうね。お手さんで食べてくださいね。ちゃんと食べないと、精が出ませんから。精を出すって、何に？この反応はもしや。いや、そうに違いない。だって僕たち新婚さん。だもんね、だもんね。明日、一緒にお買い物に行く約束したじゃないですか。たくさん買うんですから。いっぱい食べないと精が出ませんよ。あ、買い物？そうでしたか。期待してしまった。料理をする奥さんの後ろ姿って、なんて愛おしくて可愛いんだ。奥さんなんだし、構わないよな。課長！もうちょっとだけこうしていたい。ああ、バカ！包丁の時はやめなさいって。ああ、すいません。僕が抱きついたから。そうですよ。責任を取って、あなたが舐めてください。いいんですか？ほら、早くしないとどんどん違う。わかりました。それでは、いただきます。そんなに強く吸わないでください。すいません。会長の指があんまり綺麗だから。
方がない人ですね。それに会長じゃないでしょ。私たち結婚したんですから名前で呼んでくれなきゃ嫌です。な、名前って下の名前で。当たり前じゃないですか、同じ名字なんですから。そ、それもそうか。それじゃあさ、さつき。はい、あなた。もう辛抱たまらん。だから噛んじゃったよ。もう辛抱たまらん。食事の前にこっちに出てきます。ダメです、せっかく作ったのに冷めちゃいます。何言ってんだ、俺のこっちはほっかほかだぜ。食べるから、後で美味しく食べるから。だからまずはこっちをいただきまーす。俺今なんかとんでもないこと口走った気がするんだけど、大丈夫か。はっ、くそ、妄想だったか。今すぐ寝たら夢で続きが見れるかも。ダメだ、洗濯物取り込まないと。ああ、今日はありがとうございました。東芝さんと一緒に映画見るのとっても楽しかったです。内容はちょっと過激でしたけど、なんだか憧れちゃいました。私が結婚したらどんな家庭になるんでしょうか。幸せになれたらいいな、なんて気が早いですよね、私。今日帰ってテレビつけたらたまたま映画の予告をやっていて、また見に行きたくなっちゃいました。近いうちにまた行けるといいですね。そうだね、よっしゃ。それでは寝回しを。おやすみなさい。わー、もう見せてもらいましたわ。さて、19日日曜日、図書館に行ってみよう。これなんか、あ、まあいいや。あ、大丈夫、こんにちは。こんにちは。ここいいですか。どうぞ。何か真剣にやってんな。話をしようかと思ったけど、止めるのもなんだしな。持ってきた本でも読むか。どうしました。国数 A、D 社以外の質問なら受け付けますよ。よかった。小論文について聞きたいことがあるんです。出た、小論。小論文は国語の範囲内じゃないですかね。違うと思いますけど。勉強以外の質問なら受け付けることにします。懐かしすぎるよ、小論。それじゃあ僕も休憩しますよ。ちょっと外の空気でも吸ってきませんか。そうですね、行きましょうか。気持ちいいですね。前はちょっと暑いですけどね。でも風が吹けば気持ちいいですよ。確かにそうですね、図書館に戻りたくなっちゃいます。そういえば、どうして小論文の勉強したんですか？テストには出ませんよね。中間テストや期末テストには出ませんけど、入試には出ますから。懐かしい。あ、いらっしゃった。今から受験のことなんて想像もしたくもないですよ。でも、準備は大切ですよ。後から焦っても間に合わないこともありますから。あなたは将来の夢は何ですか？それを叶えるためだと思えば、やる気が出るかもしれませんよ。将来の夢ですか、うん、これって言って特に思いつかないですね。会長は将来の夢あるんですか。そうですね、夢というほどではありませんが、先々はやはり実家の神社を継ぐことになるのかなとぼんやり考えています。ほほう、神社を継ぐですか。それって大変なんですか。大変そうですね。神職の中には学位を取って学者さんを兼ねている方もいっぱいいらっしゃいます。そういうのに
さすが会長だな。僕にはハードルが高そうだ。そうでしょうか。それに神社を継ぐのは一人では難しそうですし。まあ会長の夢のためならどんなことでもお手伝いしますよ。もっとも僕ができることなんてたかが知れてますけど。またまた、そこで持ち上げられると、なんだか恥ずかしくなっちゃいますよ。冗談じゃないんですけどね。え？何か言いました？なんだか微妙な空気になってしまった。ここは話題を変えていきたいところだ。そうだ、会長。さっきの話なんですけど。小論文。小論文って具体的にどんなことを書くんですか？自分の興味あることとか、調べたいこととか、そういうものについてですね。実験したり、調べた結果をまとめるんです。へぇ。よければ、あなたもやりますか？いえ、やっぱり僕は遠慮しておきます。なんか、聞いてるだけで眠くなってきました。ああ、外れた全部。へえ。意外。じゃあやめようか。今日はこれ以上話すことはやめておこうかな。そろそろ図書館に戻りましょうか。そうですね。よし。僕も小論文やろうかな。はい、その意気ですよ。一緒に頑張りましょうね。いいね。そういう雰囲気大事よ。はい。お、なに？ラブ、相葉さつき。え、ってことは俺もうあれか？もう、攻略待ったなしってことかい？メイキサさん。今日、境内で転んで膝をすりむいてしまいました。足を引っ掛けて転んでしまったんです。誰かに見られたらとっても恥ずかしかったですけど、幸い誰もいなかったんで助かりました。お城さんは転ばないように足元に注意して歩いてください。傷口に妹からもらった絆創膏を貼ってるんですが、とても可愛いファンシー柄なんです。高校生が貼るにはファンシーすぎですが、妹の優しさを思うと剥がしてしまうこともできず、嬉しいやら困るやら複雑です。そうですか、次回行きます。お楽しみに。今これ聞いてる人って最後まで動画見たってことだよね。そうなるね。いやありがとうね。ありがとうございます。ああ、ブラザーバックしないで、このノリで今後も行くから嘘だろ